帯揚げの綺麗なまとめ方です。まず半分に折ったものをさらに半分、4分の1に折ります。それを細くパタパタと折るように丸めていきます。この時シワがあったら両サイドにこうやって伸ばしながら巻いていくとシワがよく伸びますよ。締めた後のシワもかなり伸びますのでやってみてください。こうして細く作ったら帯揚げまとめてすっきりに指を入れて掴んで、これをスーッと引いて真ん中で留めます。このまま置いておくとシワも伸びてまた引き出しの中でぐちゃぐちゃになりません。